相手に対して、まあ、一体どうなるかといったところではあるんですけれども、そうですね、まあ、そうですね、非常にあのソニック側が拒否したところのビーチの本当にあの空中からの連携がかみ合うところがありますので、はい、果たしてそういったところをしっかりと吉井側が着地を買っていけるのかといったところにはなってきますね。そうですね、ソニックの着地を何とかして刈らないといけないので、そこでダメージが取れるかどうかという試合になりそうですね。非常にソニック辛いんですよこのガード、うん、さあそこを一体どう打開していくのか、ダブルヨッシーのチーム。さあ対するはビーチソニック、拳と拳がぶつかり合えるダブルチーム始まります。まず1戦目は終点始まりました。一回前衛で取ってくるのがソニック、そしてピーチが攻撃側に引いて、あの相方がこぼしたところを拾っていくような感じでやっていますね。さあヨッシー側相手を一人と固めていこうとしているんですけれども、さあヨシヨシというチームの、強みというのは何ですかね。連携力です。そうですね、あのいろいろとそのジャックからの、あの投射でその後あの空中攻撃など、またあのパーセンテージによってはあのスマッシュが当たったりとかするので、まあ、これをいかにして相方のところで重ねにいくかというところなんですけれども、ヨシ今の状態だと卵もなかったし、値段でもなかったのでかなりきつい気になりました。お子さんがしっかりとライン端まで追い込んでクラウンを閉じていきました。対するチョコットのチーム、チョコさんが撃墜されない限りは補正を利用した恐ろしい空中前が飛んできます。またそうですね、あのなかなかシングルスでは目立たないんですけれども、味方の上投げに対してのパラソルが非常に強い。あーそうですね、パラソルってすごいんですよ。これちょっとあの見られるかどうかわからないんですけれども、奥田さんの投げに対してなんかあーって振るのがどうなんでしょうか。さーてしっかりとチョコさん、ヨッシーの卵に対して冬で逃げてましたね。さあ空中前ヒット、まるまる一層差がついちゃってますね。非常に彼強いんですよ本当に。ねえ、ほんとソニックの拒否をしっかり負けないときついんですけども、さあ、うん、ギリギリ残りました。空中前からのメテオ判定から空中を確定するんですけど、しっかりと相方で合わせていきました。おっと前、空下のカス当てで殺していきます。あ、しかし上スマッシュヒット。さあちょっと若干ピンクヨッシー真っ赤っかになってます。なんとかしていかないか助けてもらいつつ生きていきたいんですけれども、さあまるまるイスト差がついてしまう。非常に強いこのクラウン、空中主体のキャラクターだと特にあの空中まで刺さりやすいんでね、警戒して特に上がっちゃうんですよね。お互い非常に怒りの戦いチーム。さあ何から影響さない、ある意味も卵で助けましたね。そうですね、非常にうまい。狙っているのかたまたまなのか。あっとこれはってしまった。ヨッシーの悲しいところ、ジャンプがなくなってしまうと落ちる上にある。さあしっかりと卵から連携を重ねていきたいところですが、オフトさんが非常に耐えている。なんとかしてこれを落とさないと。後ろ側に未来がない。さあ非常に耐えている。下側からのおヨッシーヨッシーの攻撃の火力が、うん、奇跡でしっかりと離してますね。よフルスマッシュ横島のホールド。今度はさあすごいスマッシュをオフしているが、今度はさすがにいいゲッチ。あーっと上スマッシュ超絶1点読みでしたね今の上スマッシュは。いや当たってましたね。あこれはまだ考えてくる。うまい、しっかりとか上げてる。あーなら当ててくれ。うまい。さあミスるわけがない。決めていったのはチョコフト。さあ1本取ってきました。さあこれはキャラを変えてくるのか、大地カメムシ変えてくるんでしょうね、多分。うん、さあ前回非常に強かったんですけれども、チョコピーチ対応してましたね。さあこれはたまらずクラウドクラウド、今日はクラウドクラウドっていうチームがかなり多いですね。やっぱり
チョコさん曰く出てきたら怒るって言ってました。怒ってますね。うん、さあこの怒ってるチームに対してしっかりと戦場ですね。決めていくことができるか。対する上白大輝、ここで一本巻き返すことができるか。始まります。2戦目は戦場。さあ同時にリップゲージを溜めていく。そして亀渕さんがちょっとリップゲージを溜め始めましたね。クラウド本当色の違いがわからないですね。これわかんないですね。名前で判断しないです。これお互いチーム本当なんか判別ついてるかちょっと怪しいところですね。そうですね。さあここでチャンスクラウド、そして続くテイクラウドもリミットが溜まっていく。パーセントはいつの間にかクラウドチームが取っていってる。本当に1位2位がなんだかんだで重くて、しかもつながる、そして着地狩りが強い。しかも画量点ですね。画量点で早期バーストもできる。いやー本当チーム2機のギャラですね。タイマーも強いしな。一体どうすればいいんだ。おお、ガリオ天聖うますぎる。投げに対してリスクをつけていく。うまいですね。あ、これはさすがに撃墜してしまう。何ミスったっていうのもいいですね。そうですね。あっとクラウンに対して一つ上ハンチで持っていく。大クラウが1ストップ保持したままでついております。しかもリミットも保持したままパーセントがたまりついて非常に苦しい展開になってしまう。なんとか刺激していただきたいところ。さあスピンから声が逃れていく。リミットを掴んで決めたかった。おっと腹筋使ってしまう。おっとうまいですね。一気に取ったから当たらなかったですね。今のフライパンが次々が次なりますね。さあフライパンが刺さる。このソニックの下投げからスマッシュが伝わると非常に強いですね。そうですね。はい、イベントしてパーセントの方もですが、カメムシクラウド青く輝いていますが、ちょっと振ってしまう。そしていた反撃が飛んでくる。さあここそこばかりに石の投げから打ちましょう。おっと漏らしてしまった。これはもしもきついんじゃないか。おっとリミットがない状態で飛ばされてしまう。ピーチのアコノベクトルそれぞれそれぞれかなり低いので、私もかなり苦しいのではないでしょうか。そうですね。あーっとまとめて勝ち上げていく。これはからさあ崖の外に追い出していく。おっとぶっ壊していきますね。本当に青く輝いていく。さあゴムの展開だが、しかし一人輝いているぞ。これ一体いつ使うのかというのが興味分かれになってくるのですが、さあおっとおっと思わずごめんなさいやってませんと言いましたね。先ほどでもこの2人仲良くお互いでチーム相方がおるというようなことが起きていますが、珍しく現れましたね。しかしパーセントが怪しくなってきた。一番ほとんど危ないような状況。さあ気になって見せかけていく。これは決まっていく。これがクラウドクラウドの強いところ。しかしまだまだソニックもこの後の展開しっかりと勝っていければまだまだ分かりません。そうですね。なんとかして掴まれないようにいきたいですけども、掴みをこすってますね。上がりまたそうですね、空中攻撃なんか当たってしまうと本当にもうそこからあれをこれをといううちにもう運ばれてあっという間にガリオ転生とされてしまいます。さあお互い打てるような状況になってしまった。青かなり辛い。なんとかして使わせたいところだが、おっとこれ、これは攻めたが少しまで切る。ギリギリ切る。お互い無理すんなよと言った。指示が従ってますよ。おっと外してしまう。あー迅速に当たってしまった。ちょっと危なかったか。まあ余裕の勝利とは言わけでもありませんけども、まあ勝者が決勝にふさわしい試合だったのではないでしょうか。そうですね。
さあこの状況になってカメムシ大輝キャラはこのまま、さあ勝ちに行くカメ、おっとキャラを変えていくのか、あ、可愛いキャラが出てきて、あ、好きですね。さあチョコオクトはもうこのまま固定だったので、早く決めろと言わんばかりの感じなんですけど、マジで決めるかっていうなわけないですよね。はい、アプリンでぶっ壊しに行くのか、楽しいチーム。いや本当なかなか見ない組み合わせを本当使っていただけるのですごく面白いんですけれども、そうですね、実況しがいがありますねこれは。いやただしかし、わあ、ここはここは黙ってメインが出てきました。勝者が決勝で3戦とも全部違うキャラを使うこのチームってなかなか珍しいですね。珍しいです、しかも片方が固定ではなくても2人とも変えていくといったところが本当にもう、まあ、ちょっと慣れさせないといった意図があるんじゃないでしょうか。さあ始まりました、最終戦してる感じなんですけれども、上地大輝の、6-6 のチーム、空中式と空中式のあのスラッシュクローの組み合わせが非常に強いんですよ。おー、なるほど、あれでどんどん固めていくんですね。それでまたあの普通のバスターがあるんですけど、バスターでラインを詰めて、そこから空中を上げるといったカードなんですけれども、これはガーゼンチョコークとか有利取ってますけども、そうですね、ピーチになかなかそのマネーのロックバスターが入りにくいといったところがあるので、ここなんとかして当てて冬の、まあ、なんか阻害していきたいところではあるんですけれども、非常に火力アタック、それに対応できるかどうかというところですね。さあピンシード、ピンシードあそこまで届くんですね、なかなか見えない。さあ続けばパーセント6万が真っ赤にしている。あとこれは事故ってしまったか、おっと振られていった、惜しい、さあこの後ろの下の連携、こういったスパライジャンプが残る限りしばらく続けます。バーッと2人一緒まで足を追っていくんですよ。おっとヒット、さあストップした奥野さんがストップを持っている、結構気になってきたところがあるんですけども、奥野さん上手いですね、浮き阻止自分が振り切る限界でギリギリまで突っ込んでいく、奥野さんの王子がうまい、おっていく、あれは誰でも狙いますね、あれすごいんですよ、あれにしても例えばカメムシさんの 17% としても、あの少しかすってしまうと、あの撃墜まで至ってしまうような可能性がありますので、非常に怖いんですよ。さあストックもパーセントほぼ5分、さあ秋に撃墜していったのは大会虫、さあピンシードうまく使って、これはどうで、おー2段ジャンプ残していた、非常にうまい、おっとしかしあれを当ててくる、待ってた、非常にうますぎる、ここからもお互いの相方を信じて、どこまで稼いでどこまでスタッフができるかっていったところ、向こうまでになってきましたが、さてラストのストックはちょっと大事にしていきたいところです。またさあチョコさんがなかなかガチから上がれてないですけども、その間にミニタに引かれてるか、おっとちょっと狙ってきて、しかしふわふわ浮いてる相手を狙いにくい、そこしてるのにカメムシさんのラインに溜まっていきました。どうにかしてどちらかのストックが落とされてる、非常に強いんですけどさあ運びがうまい、かなり影響ありましたね、これは非常に強いんですよ、僕の中前そこまで飛ばないんで、本当にどんどん連携が稼ぎやすいんですよね。ああなるほど、チームでは飛ばない効率も大事なんですね。はい、それでダメージを稼ぎつつ締めでしっかりとスラッシュを当てていく、さあ空中になったところなんですけど、お尻が強い、さあ対するはその
空中攻撃推理でもう腰にかかってるようなピーチがあるんですけども、さあここでしっかりとスラッシュブロー決めていく。ここで完全なストックリードを取ったと思いきや、ここでゴム、完全にゴムですね。非常に面白い。さあお互いコンパーセント大型が来るかどうか。空中回避を勝ってました。ああ強い。しかしまだこれまだ全然ありますね。そうですね、お子さんがまだまだ全然ダメージが溜まっておりませんが、うますぎる。地上から下ろさないですね。そしてジャンプで帰ってくるのも非常に空中前のプレッシャーをかけていくんですよ。後ろでグラッとダメージを取って後ろだけを狙っていくが、うまいスマッシュを空中目で使っていく。あっとさあバック返しがリーフシールでしっかり守っていった空中前が強い。空中前が強い。いやもうこれ当たりも本当に倒せますからね。そうですね、狙っていきますよ。やかスラッシュしっかり分かっていた。取っていったのはトクオクト。さあ勝者側に優勝です。いやー迫ってたんですよね。そうですね、かなり五分五分だったんですけども、最後のバーストを撃墜で、チョコオクトの方が勝っていたという感じでしたかね。オクトさん本当に最後のこの椅子と的確に取りに行きましたよね。非常にうまいですね。横スマ当たるの難しいんですけどね。いやはやさ、というわけでさあ敗者側で、カメムシ大輝を待ち受けるのが出てくるのがニャンコバダンゴだってるかな。そうですね、まだ敗者側準決勝が残ってますので、あ、これ失礼しました。そしてニャンコアバダンゴ、正直言うとこちらのどちらかのチームが